頃はフレアちゃんもすっかり色っぽく、今のところこれだけ悪いな。たる、読めそうな本は、どこに行こうかな。盗賊団のアジトっていうのは、ほう、ここまで来るとはよほど度胸があるか、バカ者かのどちらかだな。出た、かわいそうだが、アジトを見られたからにはただで返すわけにはいかない。おとなしくしていてもらおうか。血を舐めるなよ。血を舐めるなよ。これでどうだ。10年早い。娘にやられるとは。
これに懲りたらもう人から物を巻き上げたりしないことね。逃げた。外。あ、ちょうどいいところに来たわ。実はまたお願いがあるの。何でしょう。今日また怪盗デアヒメルから予告状が届いたの。読んでみて。あなたが持っている肖像が今夜0時にいただきに参ります。その肖像画は私が小さい頃にアイオルスっていう画家が描いてくれたものなの。お姉さんの言いたいことはもう分かったわ。任せて、今度こそ捕まえてみせるわ。ありがとう。でも大丈夫？前回は物の見事に盗まれちゃったけど。大丈夫よ。今度は秘密兵器があるからね。予告の時間が近づいてきたけど、それらしい気配は全然ないな。デアヒメル参上。酒場娘フレアシェンク、あんたの肖像画を取りに来たよ。うわ、正面から乗り込んできた。前回の様子なら小細工なんていらないよ。この私を捕まえられるものならやってごらん。バカにして。私の秘密兵器を食らえ。何よこのロープは。ちょ、やめてよ。どうして勝手に縛りつけてくる。よし、今がチャンスよ。お姉さん、みんなを呼んできて。わかったわ。こいつがデアヒメルか。おや、どうしたの、お父さん。あんたナタリエじゃないのか。ナタリエ・コーデリアと言ったか。言われてみると確かにそうだわ。常連客の一人の。うちの犯行だったのね。でもナタリエ、どうしてこんなことをしていたの。単に綺麗なものが好きだったからだよ。それ以上でも以下でもないよ。ということは、盗んだ品物は今どこかに集めてあるわけ。あるよ、全部。お金が欲しくてやってたわけじゃないからね。お金は普通に稼いでいたし。よし、それなら今までかき集めた品物を全部元の持ち主に返すんだ。そうしたら穏便に事を済ませてやってもいい。嫌だというなら俺としても辛いところだが、あんたを騎士団に突き出すしかない。お願い、みんなのところに返してあげて。悲しんでいる人もたくさんいるわ。わかったよ。どうやら一件落着ってとこみたいね。もう私の出番はないな。帰ろ。おじさんもたまには一人。お、今のところこれだけあるな。それならあんたの力の。よしよし。今のところこれだけあるな。どの仕事にする？そうか。一つにつき銀貨100枚だ。最近分かったんだが、町から東に行ったところに怪しい塔があるらしい。冒険者どもはエアフォルクの塔なんて勝手に名前をつけちまいやがったかね。相当危険なとこらしいが、まああんたにはあんまり関係のない話かもしれないな。どうし、私が住んでたところとは売ってるものがかなり違うな。この間盗まれたと思ってた彫刻が元の場所に戻ってた。夢でも見たのかな。
読めそうな、工房に戻ろうかな。どうしようかな。近頃は、どうしようかな。別れてもいい？そうか。他にすることもないし。今のところこれだけあるな。どの仕事にする？それならあんたの力。よしよし。今のところこれだけあるな。それならあんたの力なら。よしよし。今のところこれだけあるな。どの仕事にする？悪いな。何？どうしようかな。別れてもいい？どっ、痛い目。どうしようかな。別れてもいい？別れてもいい？また俺の力が必要になったら呼んで。私を見る。よろしくね。どうしようかな。これでいい？ありがとう。どこに行こうかな。俺だ。今日はどうしても頼みたいことがあるんだ。いいかな。何でしょう。竜の牙が欲しいんだが、あるかな。金ならいくらでも出す。持っていたら譲ってほしい。そんなもの何に使うの。実はダメだ。男の約束だから話せない。人に頼み事しておいてそれはないんじゃない？やっぱり話さないとダメか。分かった。話そう。しかし、多言するなよ。はいはい。話せば長くなるが。Thank you.
で、竜の牙はあるのか？残念だけど、持ってないの。手に入れるんなら、竜を倒すしかないんじゃない？そうか。仕方ない。悪かったな。もしかしたら、そのうち手に入るかもしれないし、そんな、がっかりしないでね。期待してるぜ。こんなところまで来て何の用なのよ。盗賊団はもう解散した。リーダーが小娘にやられたとあっては笑い話にしかならない。それであんたは何の用なのよ。冒険者というやつをやってみることにした。それから俺の名はシュワルベだ。シュワルベね。なんかまた妙なことになってきちゃったな。最近は盗賊団は出なくなったな。あら、何のご用かしら。これだけあるみたい。それでいいかしら。ああ、よかった。これが報酬です。これだけあるみたい。それでいいかしら。ああ、よかった。おじさんもたまに。読めそう。あら、どうしようかな。これでいい？ありがとう。工房に戻ろうかな。どこに行こうかな。
さーて、いろいろ探すわよ。へい、10年早い。へい、10年早い。はい、どうだった？こんにちは。あ、怪盗デアヒメルじゃなくてナタリエだっけ？何しに来たの？あれからクレアさんと親父さんに言われました。もう盗賊まがいのことはやめます。なんか口調が違う、気味悪いな。今まで盗んできたものは全部元のところに返してきました。それであなたはこれからどうするの？これからは冒険者としてまっとうな生活をすることにします。とりあえず酒場にいます。何か用事があったら声かけてください。それじゃ。冒険者ってのも相当怪しい仕事だと思うけどな。外に。おじさんもた。お、今のところこれだけあるな。どの仕事にする？それなら。よしよし。今のところこれだけ。それなら。今のところこれだけあるな。どの仕事にする？悪いな。何か。どうしようかな。私に気安く話しかけない方が身のためよ。気をつけなさい。何か。どうしよう。わしは武器を眺め。どこに行こうかな。あら、さあ、今のところこれだけあるな。どの仕事にする？それなら、あんたの力が…よしや。今のところこれだけあるな。それか。できないレベルじゃねえだろうが、どうする？どうしようかな。それか。それじゃよろしく。た、今のところこれだけあるな。どの仕事にする？薬草とかそういう材料は。
読めそう。工房に戻ろうかな。おじさんも頼む。今のところこれだけあるな。どうしようかな。よし、もう悪いな。読めす。何か。お嬢さんの腕を見込んで、ぜひ頼みたいことがある。わしの話を聞いてくれないだろうか。何でしょう。いきなりな話なんだが、わしとディオは兄弟なのだよ。ディオって誰？酒場の親父のことだ。ほれ、思い出してみるがいい。顔つきも声もなんとなく似ているだろう。言われてみるとそんな気がするような、しないような。ずいぶん昔にあることで大喧嘩してな。それっきり酒場に行っても話したこともないのだ。しかしだ、わしもお嬢さんに付き合い出してから酒場に行く機会が増えてしまってな。いい加減仲直りしておかないと、何かとやりにくくて仕方がないのだよ。そこでお嬢さんに薬を作ってもらいたいのだ。何かこう気の利いたものをな。さすがお嬢さんだ。それでは任せるよ。
外に。おじさんも。おお。今のところこれだけあるな。それなら、よしよし。今のところこれだけあるな。どの仕事にする？悪いな。何かよ。どうしよう。わしはぶ。うん。どうしようかな。よ。例のやつできたか。そうかできたか。悪い。今日はもう店じまいだ。嫁さんこの辺かな。あら、どうしようかな。これでいい？これでいい？これでいい？ありがとうご。工房に戻ろうかな。